オリビエ・アサイアスは、フランス・パリ出身の映画監督、脚本家。オリビエ・アサイアスとも表記される。フランス国立高等美術学校卒。1970年代、カイエ・デュ・シネマで批評を執筆、後に映画作家となる。アンドレ・テシネに詳しく、アメリカンホラー、あるいは香港映画をはじめとしたアジア映画に造形が深い。 脚本家としては主に手心霊作品を執筆、ランデブー、夜を殺した女、溺れゆく女などがある。2016年、クリステン・スチュワート主演映画、パーソナルショッパーが第69回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品され、監督賞を受賞。自身にとっては5度目のコンペティション部門出品で、初のカンヌでの受賞となった。 イルマ・ベップに出演したマギーちゃんと結婚2001年に離婚。しかし、離婚後も自身の監督作、クリーンで主演にマギーちゃんを起用するなど進行があった。彼女は同作で2004年の第57回カンヌ国際映画祭で女優賞を受賞する。2009年に映画監督、女優の宮半ハンセンイコール・ラブと再婚。同年に娘が誕生する。 ありがとうございます。